基本は土日、セレクション終わってから9月からですかね、9月から12月までの大会までの土日は全部練習ですね。で朝9時ぐらいから練習して夕方まで、午前中練習して午後から大体 2試合。その少年野球の選抜チームとかやらせてもらったりするんですけど、そのスピード感でいうと中学生ぐらいが投げてくれた方が打てなくても練習になるんで、あんまりバン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 打つだけだと難しいピッチャーと対戦した時に攻略する方法とかをやりたいんで、そのより年齢が高い子と対戦できるようにその球団にはお願いして、中学生を多めにしてくださいって。勝つための意識づけですか、はい、勝つための意識づけは毎回同じことを言う、僕が2015年に携わらせていただいた時は前原監督がやられて、その補佐で入らせてもらったんですけど、その内野のディフェンスとか守備位置とか僕に任せていただけたんで、何やったかっていうとディフェンスの練習を多くやったんですね。その中でサインプレーです。もうプロと同じサインプレーをブルドッグとか、ブルドッグって言ってランナー一塁とか一二塁とかでバントで殺す守備体系なんですけど、子供たち少年野球のチームでもほとんど習ったことないみたいで、話聞いたら今年の子たちもそれっていうのは、その一人じゃできない、全員がサインを認識してその動きを初めて理解してやっていないと、成功しないじゃないですか。でそれはゲームの大会で1回使うか使わないか、まだ使わないぐらいの次元の話なんですけど、なぜそれをやるかっていうと、そういうサインがあった方がいいっていうのはもちろんそうなんですけど、声の連携とか寄せ集めのチームなんで最初遠慮がちなんですけど、その練習をやることによって連携取れるんですよ。チームワークが良くなる、確実に。その声の連携ができるとチームに活気ができるし、人がどうやって動くのかな、誰が起点だったかなとか、そういうの人のプレーを見るようになるんで、それでもその中でもそれが大切だなっていうふうに僕は思ってずっと続けさせてもらってるんですけど、それをやることによって、なんていうんですか、一球の大切さとか、そのワンプレーの大切さっていうのがそのにつながるかなっていうふうに思いますね。確実に一人じゃ勝てないんで、ドラゴンズジュニアとかジュニアトーナメントは自分のチームの少年野球だと自分だけで成立しちゃうんですよ。4番ピッチャーなんで、もうず抜けてるんで、自分が完封して自分がホームラン打って終わりなんです。そういう野球をやってるんで、味方を信頼するとか味方に頼るとか、そういう発想がないんですよ。ゲームの中で自分が自信持ってプレーするっていうのはもちろん大切なんですけど、それだけじゃ勝てないんで、相手チームも同じ素材の子たちと戦うんで、適材適所ですよね。最初の序盤1ヶ月半ぐらいは誰がどこが優れていてどこが合っているのか、最初セレクションの時の構想あるって言いましたよね。そこにまとまらないようにして別のポジションも守らせて、もっとこっちの方がいいんじゃないかっていうのを、あとは選択肢を自分で増やしておかないと、やっとかないことにはできないんで、だから守らせます、複数のポジション。だいたいその体の使い方とかキャッチボールとか見てたら、あ、この子こういう風にできるなとかはもう分かるんで、以前で言うと2016年の僕が初めて監督やらせていただいた時のメンバーで鈴木類っていうのがいるんですけど、今桐蔭で今年優勝した、春の大会で甲子園ね優勝したショートなんですけど、ピッチャーとセンターしかやったことないって本人言ってたんですけど、どう見てもショートできるなっていうところでショートやってもらって、そのまま高校まで、今ね大阪桐蔭になるまでずっとショートやり続けてるんで、なんかそういうのもあるし、そのもう1年上の学年のサードやってた宮下くんっていう3番とか2番とか、レギュラーで出てた子も今は、東邦ガスかなに社会人で入ってるんですけど、その子もキャッチャーだったんですけどサード守ってもらって、そのままサードで社会人まで行ってるんで、なんかそういうきっかけ作りみたいな風になってくれてたらいいなって。